あ、じゃあ、いやーね、うん、結構下の方に走っちゃうんやけどさ。あ、まあ大歓迎です、ね、でも俺はこのことを考えて、うん、夜も眠れんし、うん、朝も起きられんね。それ自分のせい。そうもセットできてます、ね、はい、言葉よくあったんやけど、セットでね。オナニーってさ、うん、いつ引退できると思う？おお、あー、まあ言い方を変えると俺たちの息子はいつ再起不能になるのかっていう話、うん、やし、うん、っていうのも、いやいやいや、まあその使える使えないよりもちょっと前の段階やろ。だからそれは意欲の問題やな。そうそうそう、いつ俺たちのこの性欲が失せるのかという、そう思ったことがあってさ、子供の頃に、子供の頃っていうか何してんねん子供じゃん、まあ、きっとみんなデビューしたのってきっと、まあ、小学校高学年中学生ぐらいですか。そうですね、まあ一般的には。あー、でもなんかね、一般的にはそうなんじゃないですか。一般的には小、でも俺小1か2ぐらいであれよ、うん、そのいや、それ自体は行為自体は知らなかったんけど、うん、いじり倒すのは気持ちいいって俺は知ってた。あ、そういうことかもなみたいなやつな、うん、で言ったら俺幼稚園の時さまあ水あのガーってやってたらデカなるっていうこと。なんかデカなるのは知ってたよな。でもなんかそういうのあるよな、うん、なんかふとした瞬間の衝撃で、うん、あ、待ってこれみたいな、なんでデカなっぽいの、これもしや気持ちいいのではみたいなんで、で無邪気やからおかんとかに見せてもらう。まあ男の始まりはそんな感じね、はい、うん、で、まあ言うたら今もね、まあどんどんそのレベルが上がっていき、うん、ちょっと喋らしてやるごめん、ちょっと下やから盛り上がって盛り上がって、ごめん抑えられへんね。じゃあちょっと、すみません。中学生とか、自分のちっちゃい頃さ、うん、まさか自分がこの20歳超えておっさんになってからも、うん、そういうことやってると思ってた、うん、思ってたよ。全然思ってるよ。その30、40にもなっても。いや、それは分からへん。それでも分からへんやん。分からん。いつまでやるん？あ、確かにな。いつ終わんねやろな。いつ終わんねやろ。別に結婚したからってやってるっていうのを、うん、テレビで芸能人とか芸人さんが面白おかしく喋ったりしてるじゃないですか、うんうんうん、そういうのを考えると、うん、みんないつ辞めるん？いつまでお前はしごいてんだと、うん、いう話か。いや、怖ってなって、はい、そう考えると。なるほどね。まあ、やっぱりその熟女ものって熟女ものって常に上位にいるじゃないですか、ランキングで。あ、まあ、確かに、うん、そうだよね。ってのを考えると、うん、俺ら世代であんまりそういうのを見る人って少ないやろうから、うん、じゃあもっと上の人らが普通に見てんねやろうな、うん、えらい詳しいっすね。あ、確かにそうやな。そうやろ。いや、でもそうよな、うん、確かに。あんまそんな年いった人が若い人のばっか見てもな、しゃあないしな。っていうのあるやろうし。そうだよね。ってことはまあそれぐらいの言うさもそうでもない。いや、まあまあ、それは鋭すぎておもろいねんけど。全然熟女ものでもね。ああ、そうっすか。いいんや。あ、ごめんごめん。それは個人差やけども。ああ、そうっすか。ちょ。いやいや、分からんけど。ミスったお前が熟女もの見る。多分やけど、いや、分からん。これはちょっと違うんかもしれんけど、生物学的には同じぐらいの年の人に一番惹かれるものではないのかなとは思うねんけどな。だから、熟女が、でも熟女の方が好きってことはないやろ。まあ、いや、まあそれは個人のあれやから。ほんまそうなん。あそこはまあんま深掘らんとか厳しいな。あんま深掘らんとか。いや、まあ別にそれは好みの問題やからそれは構えんけど、やれんけど、まあ一般的にはそうなんかなって思ってるから、うん、まあ、ね、まあでもなんかブログとか見てるとやっぱりブログ、40代何のブログなんだ。まあ50代の人とかも全然何のブログ見てんのそれ。でまあとあるブログをとあるブログ見てるけど、まあ、全然50歳とかでも、はい、そうなってる人もおるっちゃおる。まあでもよう考えてみたら親父の部屋とかにもあのしっかりネタいっぱいあるもんね。ああ、そうだよね。あれはなんか自分が親父になって奥さんも子供もおるのに、うん、やってるんかなって考えたら怖くない？あ、まあ、そこはもうそういう人のためにビデオ試写室があるんだから。あ、まあ、そうかそうかそうか。そうそうそう。なんか俺の元居酒屋、働いてた居酒屋の社員さんで、うん、もう嫁はんもって子供もおんのに、うん、3人で旅行行った時に、うん、嫁はん子供寝てる時に抜け出して試写室行ったって言って、うん、でもその人でもあれあれ40後半ぐらいの人やね。マジっすかって。そうそう、一回友達と4人でビデオ試写室行ったんすよ。どういうこと？男口えぐい。男友達4人で、うん、4人で風俗とかじゃなくて、風俗じゃなくて試写室行った。試写室行ってみようって。なんでそこを超える勇気なかった？そこを超える勇気なかった？なんで試写室？なんで見ることにした？
か童貞な特典が天が4個セットみたいな、うん、あいや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 天が4個やねんけどローション1袋しかなくてでみんなで天が1個ずつ持って、うん、ローション、うん、お俺もちょっと入れてくれじゃあ後でつっていつまでやんのって話やからやばいやばいお前のオナニー体験じゃない、いやそれ行った時に、うん、確かにその下室におった人は結構おじさまが多いね、あーそうね、おじさまいらっしゃったの、うん、乾杯みたいな感じで乾杯ちゃうローション4盛り、4盛りした、4盛りっていうな、ローション4盛りしたまあでも何性欲ってさ、うん、しばらく消えないものであり、そうやな、なんかあのやっぱその絶頂の瞬間がありませんか、うん、あれって人間が出るドーパミンのほんまに結構上位に存在するから、だから依存すんのよやっぱり、うん、多分、うん、まあだってそれはね本能ですから、本能を残す三大欲求と言われてますからね、うん、だからほんまに消えるなんか未来があんま見えへんっていう、じゃあ死ぬまでロックはやってんのかな、やってるかもしれない、生涯現役、まあありっしょ、全然ありっしょ、だってもう今んとこだってやめようとも思わんし、うん、性欲を性欲を抑えようとも思わんし、そうやな、でもなんかあんまやりすぎた女にしてんねやろな俺とはな、まあまあそうやな、あまあそれ毎回なるよ俺、俺一回高校の時に24時間チャレンジしてんけどさ、どういうことちょ、前らパワーアタムすぎたよどういうこと24時間チャレンジしてんけど、いや、もう最強やったね、結構どういうこと、11、いや、痛いって、無理無理無理、11かで、ほんまに、飯食った時は10分ぐらい蘇生してん、夜、うん、めっちゃ、もう、なんか死にたくなった、なんか何死んだろう、俺みたいな、そうそう、なんかこの世の全てをがクソに見えるぐらいのなんか、うん、賢者の上行った、なんか賢者の上、なんやろそれ、全部するなんか世の中とはみたいな、そうそう、うわーなんだ、あとに1分後ぐらいに世の中とはみたいな突然、突然なんだこれみたいな賢者タイムやな、そう、うん、究極の賢者タイムあったりしてましたからね、スカケンの部屋にあったあの視聴者さんからもらった点がよくなくなっとったポケット点がな、ほんでそこはええねん、ポケットペンが1個使えましたけど、いや、よかった、よかったか、いいね、いつ仕込んでんの